ユルバン・ジャンフォーリーはパリ外国宣教会所属のフランス人宣教師である。1873年に訪日し、翌1874年頃から不教活動の傍ら植物採集を行った。日本で活動した最後の外国人、プラントハンターと言われている。1847年1月1日、フランスのオーベルニュ地方にあるデュニエール村の農家に生まれる。 生まれた時から体が弱く幼児の時に耳の病気になり聴覚障害者となった。両親は方々の医者に見せたり様々な薬を試したが治らず、母親はフォーリーを連れてラルーベスクにある聖フランシスコレジスの墓に巡礼したところを聞こえるようになった。1958年にラサール会経営の小学校を卒業した後、モニストロルの昇進学校に入学し、 1869年には、パリ外国宣教会の神学校に進学した。卒業後の1873年6月7日、被災に除外された後、直ちに日本へ派遣され、同年8月21日に来日した。来日後、しばらくは日本語学習の傍らカトリック、神田教会の前身である、外国語学校でフランス語を教える教師をしていたが、 1873年の秋には除人司祭として、新潟協会へ赴任した。新潟での布教活動は全く成果が上がらず、フォーリーは悲嘆する日々を送っていたが、1874年に植物学者のアドリアン・ルネ・フランシェより依頼を受け、日本の植物採集を始めた。また、同年4月には、新潟協会の主任司祭だったイブラードのもとへ、 原高氏が書生として働くこととなったため、フォーリーは、原と日常生活を共にし、日本語を学んだ。フォーリーは、新潟を中心に、柴田や五線、三条地方へ、布教活動も兼ねて、植物採集を行い、標本を、フランスのフランシェへ送った。1875年、フランシェは、フォーリーの標本をもとに、ルドビク・サバティエと共に、 日本植物目録を発表した。さらに1879年には、フランス植物学会誌第26巻82項に、自身の研究を発表した。その後、フランシェは、パリ自然史博物館に勤務するようになったため、フォーリーもパリ自然史博物館との関係を結ぶようになった。1875年9月、主任司祭のイブラードが横浜へ転任となり、 原高氏も新潟を去った。翌10月にイブラードの公認であるドルワールが新潟協会の主任司祭に着任するとフォーリーはドルワールと共に布教活動を行った。この頃になると少しずつ、神とも笛布教活動の成果が見られるようになったが、1877年9月に新潟へ赴任してきたツルペンと交代し、東京へ転出した。 1876年10月にカトリック・神田教会の助人司祭に赴任したが、1879年6月にはカトリック・浅草教会へ転属し、カトリック・本所教会設立や、児院の運営に携わった。1881年には浅草教会主任司祭のラングレーが病に倒れ孤児の世話ができなくなったため、 フォーリーは、孤児院の院長に任命される。しかし、院長の職務に不満だったフォーリーは、自分が日本に来たのは小さい子供たちの小便の世話を、するために来たのではないと言って嘆いた。その後、フォーリーは、東京脱出を企て、意図的に孤児院にあった立派な日本庭園を上司に、無断で破壊し、野菜畑に変えてしまった。この行為は、 予想通り多くの信徒の反感を招き、次第に、フォーリーへの非難が激しくなっていった。それに対し、はじめは目殺の態度をとっていた日本、北石と座大陸教区長のピエール・マリーを図フも、ついにフォーリーを北海道及び、青森県の巡回不況死という職を与え、函館へ転出させた。百八十一年十二月、すでに、東京を離れ、札幌に来ていたフォーリーは、 1882年1月15日、札幌に伝動書を開設する。また、広崎では、教会建設のために土地を購入した。その後、東京に戻りフォーリーの公認として、ジャンピエール・レイが個人員を担当することになったので、1883年の8月頃正式に箱館に赴任した。箱館にはすでに、ペティエが赴任しており、 函館地区をペティへ、その他の北海道全域と千島、青森県全域という広大な地域をホーリーが受け持つこととなった。青森、北海道においての布教活動は順調に進み新とも順調に増え、1884年には青森に伝道所を開設し、その合間にも植物採集を行った。1887年、 パリ自然史博物館から通信員として移植されたことにより植物採集の範囲はさらに広がった。また、広崎地方のリンゴ栽培家と交流のあったホーリーは当時形を仕立てず自然のままに育てる自然仕立てが最良と考えられていた時代に静止剪定思想を指導した。この剪定方法は改良された後一文字狩りと呼ばれ害虫や病気には 有効だったが、収穫量があまり思わしくないという理由からあまり普及しなかった。しかし、これを境に様々な選定方法が生まれ、自然仕立てから性質選定へと変わっていった。またフォーリーは西洋葡萄の栽培指導、葡萄酒の醸造方法、リンゴジャムと缶詰の製法、さらに応答や西洋野菜の栽培指導を行った。同年5月には以前購入した。 広崎の土地に聖堂と集会所を建設した。建設費用はフォーリーがパリ自然史博物館に標本を送って得た謝礼金が充てられた。1891年4月17日、日本北石戸と座大陸より北海道と東北地方を分離して、函館市と座大陸が設立され、同年6月15日には函館市教区に昇格し、教区長に ベルリオーズが就任した。ベルリオーズは、フォーリーの担当地域が広く、また植物採集活動の範囲も次第に広域になったことを考慮し、1890年から1894年の間、青森県を他の司祭の担当とした。1893年には、新鮮日本大戦風を著作したが、長年休む間もなく植物採集活動と、 不況活動を行っていたため、フォーリーの健康状態は少しずつ悪化した。1894年、長い間の過労と阻食が原因となり、フォーリーは胃痛と頭痛に苦しんだ。翌1895年3月、フォーリーは教区長のベルリオーズに帰国して休養するように命じられ、仕方なくフランスへ帰国することとなったが、 船に5 0 0キログラムもの植物を持ち込み、帰国途中にも、甲板で植物を乾かして標本作りを行った。フランスへ帰ってからも、標本作りと、その整理に熱中し、それらの標本を、フランス、イギリス、イタリア、アメリカなどの植物学者に送った。1896年12月5日に、日本へ戻ると、フォーリーは、青森教会主任を呼び、 青森県巡回布教士に任命された。フォーリーがフランスへ帰国していた間に、日本では三国干渉などの影響で、欧米人に対する日本人の態度が一変し、布教活動が非常に難しくなっていた。教区長のベルリオーズは、布教体制を強化するためフォーリーの元にとに1897年に、ビアニック、翌1898年には、文字を除任司祭として赴任させた。 フォーリーも青森市寺町にあった仮協会では、不都合が多かったので、植物標本を送って得た謝礼金で、青森市浦城の土地建物を購入し、協会を移転した。1899年3月27日、フォーリーはフランス政府より、フランス学士院の会員に推薦され、翌1900年には、フランス学士会より、植物名誉勲章が贈られた。 1904年2月8日、日露戦争が勃発すると、フランスがロシアの同盟国なこともあり、フォーリーらカトリックのフランス人宣教師たちは、スパイとしての権威を受けた。他のキリスト教も同様に疑われ、キリスト教全体の布教活動が低頓状態に陥る中、フォーリーは植物採集の報酬を資金として粛々と布教活動を行った。 1906年4月、かねてから希望していた朝鮮半島での採集を10月まで滞在して行った。1908年には、カラフトへ植物採集に行き、豊原市に辞書を購入、伝道書を開設した。1909年5月からハワイへ渡航し、植物採集に行ったが、ホーリーガルス中の翌1910年5月3日。 青森市安方町の菓子製造工場煙突からの火の粉が強風に煽られ林火に燃え移り4時間ほどの間にほぼ市内全域を焼き尽くす大火災が発生したこの火災により青森協会も協会堂や司祭館など大部分を消失したが植物貯蔵庫だけはレンガ作りのため消失を免れ標本は無事だったフォーリーはすぐに帰国し 教会の再建計画を立てるとともに教会を一時、裏町へ移転した。青森教会は1913年に再建されたが、その再建費用の大半はフォーリーが支出した。青森教会が再建された1913年11月、教区長のベルリオーズに、植物採集と死木のどちらが大切かと問われたフォーリーは、青森教会の主任司祭を辞任し、 植物採集を目的として台湾へ向かった。同年12月9日にキールにへ到着し、北部の大田室山や新見カラスライ地方、中部地方の門板山や、有山、南は高尾島で植物採集を行った。1916年5月、台北の教会に、可憐港に居住する日本人信者から、 結婚式のための神父を派遣してほしいとの要請があったが、この教会の司祭は多忙によりいけなかったので、フォーリーに代役を依頼した。同月29日、フォーリーは、カレンコーに向かい結婚式を指揮した後、露営しながら大鳥林などの原住民族が暮らす、地域へ入り植物採集を行い、台北へ戻ったが、その直後から気分が悪くなり、頻繁に鼻血を出すようになった。 周囲の勧めで台北病院へき診察を受けた結果、鼻腔深くに山ビルが2匹侵入していたので、これを取り除いた。同年6月9日、再び診察を受け血液検査を行ったが、異常は発見されなかったため、周囲は入院を勧めたがホーリーは、がんとして断り、教会へ帰った。しかし、病状は悪化の一途をたどり、同年7月1日より、 病床に伏せ、7月4日死去した。昏睡状態の中、無意識のうちに、ミサや秋頭を捧げる動作や、植物標本の整理と思われる動作などを繰り返し、看護していた人たちに深い感動を与えた。ユルバンジャンフォーリー銅像1916年7月6日、台北大東、教会にて葬儀が行われ、教会関係者のほか、多くの植物学会関係者が参列し、 植物学者の宮部金吾、早田文造、工藤雄春らが上電を寄せた。1917年、早田文造は、金学者の沢田健吉ら日本植物学会の有志と、共にフォーリーの功績を後世に伝えるため、植物学会士に記念碑建設計画の記事を載せて、全国の植物学者に寄付を呼びかけ、集まった寄付金で台北植物園に銅像を建設し、 1918年12月22日に除幕式が行われた。フォーリーの死後、その貴重な植物標本が国外へ持ち出されたり、散逸してしまうことを憂えた植物学者の小泉玄一は、同じく植物学者の群青館、フォーリーと信仰のあった木梨信太郎と協議し、その標本を京都大学に保管する必要を訴えて運動を起こした。この運動を知った、 実業家の岡崎忠夫は1920年12月に遺族から2万5000フランで標本を購入し、京都大学へ寄贈した。来日当初から、布教活動の傍ら植物採集に励み、その足跡は、カラフトから台湾、朝鮮半島、ハワイにまで及び、採集した植物をフランスをはじめとする海外へ送った。 植物学者としての業績は現代使用されている植物図鑑の作品を引いてみれば、フォーリーの名前が冠した植物が多くあることでわかる。フォーリーの採取した標本のうち新種は約400種にも及び、世界の植物学関係雑誌に紹介された。その標本を研究するため、当時の日本における植物学の権威だった宮部金吾、中井武之、小玉晋介、 工藤優春、牧野富太郎など多くの学者がフォーリーの邸宅に訪れたため、当時の東欧日報に普通人ホリー氏のおかげで、本誌は日本の学府となったと紹介された。また、フォーリーの死後、青森浜町協会に収蔵されていた遺品の標本は約1万種、62,440個と膨大な数であった。フォーリーは、 植物の学名で命名者を示す場合に、ユルバンジャンフォーリーを示すのに使われる。ありがとうございます。